この前北海道でのコンサートがあったんですけど、そのコンサートはすごい少なくて4人だったんですよ。でビヨーンズが1人で、まあ、人見知りなので、まあ、結構ずっと未だに、まあ、1人でもこうもじもじしてたんですけど、佐藤正樹さんが歌い終わった後に、ヤンニちゃんすごい良かったよっていう風に言ってくださって、まあちゃんが、そうなんです、佐藤さん、お話ししたことが今までなくてこれが初めてで、初めてなのにすごく褒めてくださって、ヤンニちゃんの歌声がすごい好きって言ってくださったのが、すごい自信にもつながりましたし、なんか緊張してたんですけどそこでちょっとほどけたみたいな、ありがたいなって思います。まあ、マーちゃん結構いろんな人にこう気持ちほぐすの得意な感じするよね。そうですね、多分緊張してたのかもしれないですね。あ、先輩から見てね、もしかしたらね、はい、なるほど、嬉しいです。